はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12月は30日土曜日でございまして世間は割合静かですね。電車混んでましたけどね、今は2時をちょいと回りました。お昼ご飯にですねビール券料4缶いただきましてふーっとなってます。暖房をねかけてね、ビールを飲むと美味しいんですよもうね、年寄りでございますからもう好きなようにさせていただいてまして、やっぱりビールはね美味しくなければいけないわけであって、やっぱり寒いところでビール飲んでも美味しくないですねこうお部屋を温めてビールを飲むと、美味しくいただけます。人生の知恵でございますね。はい、余計なこと言うてんと、なんか音がした。じゃあ行きましょう。産経新聞、これは今日の30日ですね、13時26分と言いますから、まだ30分ですね、の記事でございまして、南シナ海で中国と対峙、フィリピンの海洋安保を支える日本船ということでございまして、ちょっと長い記事なんで、かいつまんでいきましょう。南シナ海の領有権をめぐって、中国とフィリピンの対立が激しさを増す中、日本が円借款で供与した多目的船がフィリピンの海洋安保を支えている。船は荒天、つまり荒い海ですね、に強く長期航行が可能で、7641の島々からなる広大な海域をカバー。フィリピンにはそれくらい島があるんですよ。すごいでしょ。まあ日本もね島いっぱいありますけど、非政府、フィリピン政府ですね、は船を追加購入する方針で、中国の覇権的な海洋進出を前に、日本とフィリピンですね、の連携がさらに進みそうだ。海格好です。最大の利点は航行が非常に安定していることだ。航行というのは海を行くことですね。フィリピン沿岸警備隊のラベイ指揮官は、日本が供与したメルチョラ・アキノ号の性能を称えた。沿岸警備隊は12月上旬、南シナ海に向かう船への外国人記者の同乗を許可した。今ね、フィリピンはですね、こうそういう外国人、外国メディアに対してですね、非常に開放的です。つまり中国がですね、こんなひどいことしとんねん、こんな悪いことしとんねんということをですね、世界に発信をしているわけですね。記者、かっこ森さん、これはね、森博さんですね、がメルトラ・アキノ号に同乗し、航行中の船内で2泊した。日本は2022年に三菱造船が建造した多目的船2隻をフィリピン側に引き渡しており、メルチョラ・アキノ号はそのうちの1隻、全長97メートルで重量は2260トン。これ結構ね、巡視船としては面白いというか大きいですね。最大4000海里、約7400キロってすごいですね。7400キロって日本を2周ぐらいできるんじゃないかな。もっとできるかな。そうですね。こうできる。日本の海上保安庁の国頭型巡視船がベースになっており、現在フィリピン沿岸警備隊が管理する最大級の船舶だ。あ、そうですね。特徴は他国の同型船よりも重心が低く、荒天でも、つまり嵐になってもですね、安定した航行が可能なことだ。冬の日本海での航行などから得られた日本の技術が反映されている。実際記者も船酔いすることなく快適に過ごすことができた。まあ船酔いってね、別にかかる人はかかるんですよ。私も船酔いしたことあるんですけど、メルチョラ・アキノ号は今月上旬にスプラトリー、中国名南沙諸島のパグアサ島近くで1回ほど補給なく任務にあたり、安定性に優れていることが証明されたという。まあ以下続きますけど省略しましょう。
つまり日本が提供したですね、海上保安庁、コーストガードですね、沿岸警備隊の船がですね、活躍していると。で、フィリピンはですね、今中国からものすごい圧迫を受けています。南沙諸島でですね、フィリピンがですね、管轄する島の領域をめぐって、中国からものすごい嫌がらせをいっぱい受けてるんですね。それに完全と立ち向かってるわけですよ。いや、偉いもんやと思いますよ。何回かここで取り上げてるんですけども、フィリピンの軍事力というのはですね、もう、なんて言いますか、もう、羽のように軽いわけでして、海軍はなきに等しいんですよ。で、空軍もですね、一戦闘機隊があるかどうかぐらいのですね、レベルですね。陸軍はまあちょろちょろありますけども、もう中国からしたらですね、なんていうか赤子よりも赤子の手をひねるよりもですね、もう弱っちい存在なわけですね。で、中国というのはですね、弱き者には強いわけでして、ガンガンプレッシャーをかけてるんですけども、そこにですね、わずかな船舶をですね、駆使してですね、なんとか守り抜こうという姿勢を見せているわけです。いや、立派なもんやと思いますよ。フィリピン人の方と何人かお会いしたことありますけど、まあ明らかとして僕は好きですけどね、ああいう人たちは。でもここは根性を見せているわけですね。でそこにまあ日本の船、日本が提供した船、まあ有償か無償かは知りませんけども、頑張ってるわけですね。この記事の最後ですね、国際協力機構フィリピン事務所の坂本武馬所長は、海学校ですね、フィリピンで公海の安全は日本の国益に資すると指摘。このですね、国際協力機構を通して船舶の供与のみならず人材育成などの分野でも協力を進めていく考えを示したと。頑張ってるやん、日本も協力すんでということですね。いや、ぜひぜひどんどんやってほしいなと思いますね。で、日本もね、日本はですね、世界を寒から締めた大和魂というのがあるんですよ。日本はね、一度も世界征服を試みたことなんかないんですよ。でも日本ほどですね、アメリカという今の超大国でナンバーワンの国を寒から締めた国はないんですよ。過去にですね、ガツッとですね、四つに組んで戦ってですね、ある程度戦ったんですね、日本という国は。それくらいの力がある国がですね、今情けない状態になってますね、ほんまに。アメリカに守ってもらうというですね、まあまあ属国になってるわけですね。一人前の国ではないんです。でも日本にはですね、かつてそうアメリカを寒からしめたぐらいのですね、こう武の心、戦うということに関するこう素地があるわけですね。それはですね、敗戦から78年経ってもですね、まだ我々に受け継がれていると私は思います。それをですね、思い出すべきですね。で、今日本もフィリピンと同じく、中国からですね、そのすごいプレッシャーを受けてるわけでして、かつて日本は中国なんか相手にしないぐらい強い軍隊を持っていたんです。またあの時代に戻れとは言いませんけどね、そこまでは言いません。そんなにしたらえらいことになるんで。でもですね、その中国を跳ねのけるぐらいのですね、ミリタリーなですね、スピリッツとですね、ハードとソフトをですね、ソフトはね、装置があるんですよ。ハードを持ってほしいなと思いますね。いつまでもアメリカに守ってもらうんではなくって、日本は自分で自分が守れる国にこうなるべきではないかなと、それがまあ基本的な私の考えなんですけど、まあ具体的に言えばですね、憲法を改正してですね、核武装をすべきでしょうね。イギリスやフランス程度のですね、核武装をすべきだと思います。そうすればですね、日米安全保障条約のものはですね、まあ、あった方がいいですけど、なくても大丈夫というふうになります。幸いというか、あんまり
幸いではないです。非常にやばいことに、日本にはですね、フランスやイギリスのように近隣に同盟国はないんですね。まあせいぜい台湾です。でもまあ後ろにアメリカがいるということを考えてですね、まあ真の独立というものをですね、勝ち取るべきではないかなというふうには思いますね。その時にですね、このフィリピンのですね、けなげなですね、今のですね、こう、けなげなですね、こう、活動というものをですね、大いに見習うべきではないかなと。我々には大和魂があるんです。はい。フィリピンも頑張ってます。というお話でございました。産経新聞のこのアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。